はい、大和ピアラブです。統一協会のビラを、総科学会の人たちが、まいていました。元参議院議員の、辰巳幸太郎さんが、このように話していました。あの時は、 商協連合、統一協会のビラを、創価学会が配布するという、驚きの共闘でした、えー。1億枚巻かれました。ということでですね、うんえー、統一協会のビラを、えー、創価学会がね、えー、なんと1億枚も巻いていたと。 うん、いうことなんですよ。うん。えー、よくね、この統一協会は、えー、総科学会に比べてね、えー、この数がものすごい少ない、ということが言われてるんですけれども、うん。確かにね、数の面では少ないかもしれないんですが、えー、しかしね、この統一協会が総価学会を動かしているというこの実態があるわけですよ。うん。 ね、えー、この創価学会と統一協会はもう一心同体にあるんですよ。うん、えー。ここだけではなくてね、もうあらゆるところで創価学会と統一協会っていうのは一緒にいるんですよね。うん。あ、ここでも一緒、ここでも一緒、ここでも一緒っていう感じで、もうありとあらゆるところでも一緒、一緒なんですよ、これ。うん。 ご視聴いただき、ありがとうございました。